皆さんこんにちは、倹約 DIY です。今日はですね、これはリレーモジュールの決定版、激安の自動化リレーモジュールについてご紹介していきたいと思います。皆さん、今日はまた Amazon ですごいモジュールを見つけてしまいました。それがこちらなんですけど、私これまで知恵モジュールなどいろいろなリレーモジュールをご紹介してきたんですが、いろいろなリレーモジュールの機能を全て網羅しているすごいモジュールなんです。具体的にはこいつマイコン搭載してまして、リレーのオンオフのタイミングを自由自在に調整可能です。まさに自動化リレーモジュールというわけです。オートメーションリレーとも言いますね。しかもこちら価格はわずか600円程度です。いや、これ機能に対して安すぎです。コスパは文句なく最強レベルだと思います。電気工作 DIY するならとりあえず用意しといてもいいレベルだと思いますね。そこで今回はこいつの詳しい使い方、一体どういう機能があるのか詳しく調査してみましたので、皆様にご紹介していきたいと思います。それではまずまた外観からご紹介していきたいと思います。こちらの自動化リレーモジュール、まず最初に驚いたのが、自由にオンオフ時間を設定できるということは、必ずどこかにマイコンがあるはずなんですけど、パッと見ではどこにもマイコンがあるようには見えないですね。表もそうですし、裏にも何も基板はついてません。これめちゃくちゃ不思議だったんですけど、よくよく調べてみると、なんとこの7セグの表示の裏ですね。ちょっとどう頑張っても映らないと思うんですけど、この表示器と基板の間になんとマイコンが挟まっています。パッと見では全く見えないのでめちゃくちゃ不思議ですね。さて、マイコンのありかが分かったところで、その他の部品も簡単にご紹介します。この上にあるのが3端子レギュレーターですね。 78M05、5V の3端子レギュレーターです。3端子レギュレーターについては以前こちらの動画で詳しくご紹介しています。めちゃくちゃ手軽に使える電源 IC ですね。そしてこの表示器の下にある4本足の IC、 これ PC817 という有名なフォトカプラという IC ですね。フォトカプラについてもそのうち動画にしたいと思っています。そしてこの緑の大きな箱がリレーですね。ちょっと文字がかすれて見にくいですけど、こちら 5V で動くリレーです。もちろんスイッチとして動かす方は DC30V、 AC250V、 ともに 10A までいけるようです。これ前々から気になっているんですけど、こちら側の表記は何の意味があるんでしょうかね。もし知っている方がいらっしゃったら、ぜひコメントで教えてください。そして接続ポイントもかなり多いです。こちら側に4つ、こちら側に3つ、そしてここにマイクロ USB のコネクターもあります。これ裏返した方が分かりやすいので裏返しますね。ちゃんと表記が書いてあります。上からこれが入力電圧ですね。プラスとマイナス、そして3番目がトリガーのグランド、そしてこちら側がリレーですね。コモン2、ノーマルオープン、ノーマルクローズ。そしてこのマイクロ USB 端子なんですが、これここから 5V を供給することもできるみたいです。このあたりは後からちょっと実際にやってみたいと思います。それではここからは実際に動かしていきたいと思います。今これ接続してみました。リレーがオンになると、こちらの白熱電球がオンになるようにノーマルオープンの方に接続してあります。コモンはマイナスに接続してあります。トリガーをプラスに接触させると信号が入るようにしてあります。なお、これ注意点は、トリガーのグラウンドと電源側のグラウンドを内部で接続はされていないので、このように短絡させておきました。トリガーは 3V から 24V まで使えるようですね。なお、電源はいつもの安定化電源です。ちょっと電源入れてみます。
動き出しました。なおこちらめちゃくちゃ設定項目があります。ボタンも4個あります。左からストップ、セット、アップ、ダウン、この4つですね。かなり機能が多彩なのでうまくご紹介できるか分かりませんけど、順番にご説明していきたいと思います。なおこちら電源を入れると、あらかじめ設定された動作モードで動作が始まります。000が表示されているときは入力待ちの状態になっています。スタンバイ状態ですね。なお動作モードはセットボタン長押しで切り替えられます。ちょっとやってみます。 P1.1 P1.2 P1.3 P2 P3.1 P3.2 P4 これだけ動作モードがあります。アップとダウンでそれぞれ選択できます。初期状態は P1.1 のようです。もう一度セットボタンを長押しすると動作開始します。これで P1.1 のスタンバイモードになっています。それではここからは実際の動作モードのご紹介です。種類もめちゃくちゃ多くてかなり覚えにくいと思いますので、気になる方は何度も動画を見てみてくださいね。まずは P1.1 です。 P1.1 の状態でセットボタンをクリックします。 OP と表示されてます。デフォルトだと2秒になっています。 P1.1 の動作モードはトリガーがオンになった瞬間に、ここで表示された秒数だけリレーがオンになるというものです。つまりこの設定だとトリガーオンで2秒間リレーがオンします。もう一度セットボタンを長押しすると、これで設定完了です。ちょっとやってみますね。トリガーをオンしたら2秒間ライトが光りました。ここを見ていただけると分かると思うんですけど、秒数も表示されてます。もう一度やってみます。完璧ですね。アップとダウンで時間を切り替えられます。今これ2秒ですね。ストップボタンを押すと桁を切り替えることができます。点が移動しましたね。3種類あります。なおこの状態が秒、この状態が10秒、この状態が分ですね。これ今20秒という意味です。これだと20分の意味ですね。つまり最初 0.1 秒から、ちょっと移動させるの大変なんでやらないですけど、最長999分まで設定できるということです。これだと174分ですね。これだけでもかなりすごいと思うんですけど、次いきます。次 P1.2 をいきます。ここでまたセットボタンを押します。設定は P1 と全く同じです。今度は3秒にしてみます。セットボタン長押しします。さっきと何が違うのかといえば、トリガーをオンした後に動作時間中にもう一度トリガーをオンすると時間がリセットされるというものです。ちょっとやってみます。こんな感じですね。次々いきます。P1.3
これも設定は全く同じです。それではやってみます。このように動作時間中であってももう一度トリガーをオンすると即座にオフになります。なお、こうして手でトリガーをかけると微妙な接触の加減でチャタリングしてしまう場合もあると思うんですが、何回かやった感じチャタリングしないのでチャタリング防止回路みたいなのが入っていると思います。どんどん行きます。次 P に行きます。セットを押します。まずは OP と表示されてました。 OP はリレーのオン時間です。3秒に設定してあります。ここでもう一度セットを押します。今度は CL と表示されてました。 CL というのはトリガーをかけた後にリレーがオンするまでの待機時間です。 1.5 秒にします。これでちょっとテストしてみます。いきます。トリガーオンしてから 1.5 秒待機してから3秒光りましたね。もう一度やってみます。いや、もうこれめちゃくちゃすごくないですか。次いきます。次は P3 の1ですね。 OP、 これはリレーのオン時間でしたね。ちょっと1秒にしてみます。セットボタンを押します。次 CL、 これはリレーの待機時間です。これは 1.2 秒にしておきます。そしてもう一度セットボタンを押します。 LOP、 LOP と表示されてました。ちょっとアップを押してみます。数字を設定できるようになってます。この LOP というのはループ回数ですね。先ほどのオンオフを何回ループするかこちらで設定することができます。ちょっと3回にしてみますね。セットボタン長押しします。これでちょっとテストしてみたいと思います。このように設定した回数だけオンオフを繰り返しますね。先ほどの P2 と違うのはトリガーオンした瞬間にリレーオンしましたね。ようやく終わりが近づいてきました。次 P3-2 いきます。OP、 CL、 LOP、 これは先ほどと同じですね。このようにトリガーオンしなくてもスタンバイ状態になった瞬間にリレーがオンしましたね。トリガーが一切関係なくなります。こちらの電源に連動している感じですね。
なお今のを見ていただいてればわかると思うんですけど、電源をオンオフしても動作モードはそのまま記録されてます。ようやく最後です。 P4 いきます。OP、 これは OP のみですね。ちょっと3秒に設定したいと思います。ちょっとやってみます。このようにトリガーをオンし続けているときはカウントが一切進みませんね。トリガーがオフになった瞬間にリレーのタイマーが作動します。動作モードはここまでですけど、機能はまだまだあります。これストップボタンを押すとオフになります。ちょっとやってみますね。今の P4 の設定は生きてますけど、リレーが動いてないです。もう一度ストップを押すとオンになります。さて、いよいよ最後の機能のご紹介です。こちら7セグメントのこの表示器でそこそこ電力食ってるんですよね。今 0.2 ワットぐらいの消費電力になってます。この7セグメントの表示器を消すことができます。ストップボタンを長押しします。 CL と表示されます。7セグメントの表示器は消えちゃいますね。消費電力もほぼゼロになりました。ただこれでもこのモジュール自体は動いてます。ちょっとやってみます。表示されてないだけでバッチリリレーは動いてますね。元に戻すにはもう一度ストップボタンを長押しします。 OD と表示されてます。最後に最初の方でお話ししたこちらの USB 電源で動かしてみたいと思います。トリガーも 5V で動きますし、リレーも 5V で動きます。つまり USB 電源だけでこのモジュールは完全に動かせるということですね。ちょっと今回接続してまではやりませんけど、全く問題なく動くと思います。USB 電源で動くのはかなり便利だと思いますね。いかがだったでしょうか。今日は機能がめちゃくちゃ多くてなおかつ激安な自動化リレーモジュールについてご紹介しました。私のチャンネルではこの手のモジュールたくさんご紹介してきましたけど、このレベルのコスパのものは久しぶりですね。どう考えても600円の機能じゃないと思います。機能が豊富で汎用性も高いので、いろいろな電気工作 DIY に使えそうです。これは文句なく買いだと思います。以前から私がずっと DIY したかったものにも使えそうなので、もしうまくいけば近いうちにまた動画でご紹介できると思います。これ本当に汎用性が高そうなので、皆さんの中でもこういったものに使えるんじゃないかとかアイデアがもしありましたら、ぜひコメントお願いいたします。今日の動画がもし参考になったよという方は、ぜひ高評価の方お願いいたします。また私のチャンネルでは、いろいろな倹約になる情報をお伝えしていきたいと思っていますので、もしこういったことに興味がある方は、ぜひチャンネル登録の方もお願いいたします。それでは今日も長時間のご視聴ありがとうございました。それでは皆さんまた次回、さよなら。